デスエンドリクエスト、システムイントロダクション。全体のフィールドバグ値を減らしていくと、プログラマー水無し新たによるバトルジャックシステムが使用可能となります。バトルジャックシステムはコードジャック、召喚、インストールジャンルという3つのシステムが存在。場の支配を可能とするバトルジャックを組み合わせて戦闘を行うことにより、強大な敵をいとも簡単に倒すことも可能です。コードジャックはフィールドの環境を変化させるシステムです。発生したフィールドバグの種類の変更や汚染度の増減など、状況に応じてうまく活用することで、困難な状況においても新たなる活路を導き出すことが可能となるでしょう。強大な敵として出現するエントマクイーン、撃破することにより水無し新たはエントマクイーンのプログラムデータを再利用し、召喚獣として刺激することが可能です。召喚獣は味方のパラメータ上昇効果、ノックバック距離の増加などそれぞれ固有の補助効果を持ち、召喚されている間は常時適用されます。召喚獣自体が強大な力を持ちますが、切迫した状況下では召喚獣が持つ補助効果も有用となるでしょう。バトルのルールそのものを変更するインストールジャンルシステム。味方のターン中に発動でき、キャラクターの行動は選択したジャンルへと切り替わります。各ジャンルには達成条件が設定されており、条件を満たすことでより強力な追撃が発生します。また召喚獣がフィールド上にいた場合、補助効果と組み合わせることで各ジャンルはより強化され、さらには召喚獣による追撃も発生。併用することでより強力な攻撃手段として活用していくことが可能です。バトルジャックシステムは強力な攻撃手段である一方、プログラムに負担をかけてしまい、使用することでフィールドバグが復活していきます。フィールドバグが多く存在する場合、バトルジャックシステムの使用は制限されてしまうので、うまくバランスを取りつつ戦っていくことを推奨します。本作ではいかにしてバグを支配し利用できるかがバトルを制する鍵となります。豊富なシステムを駆使し、自由なプレイスタイルでバグを制しましょう。